はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカ、シャドウ・オブ・チェルノブイリ、続きやっていきます。現在の任務、シリーって人からストロックに関する情報を聞き出せ。ここを目指す。ゴミ地帯ね、ゴミ地帯。で、そのお隣の研究所で書類を盗む。シドロビッチが欲しがっている。なんだ？敵だ。おっと？なんだなんだなんだ？狂犬か？あ、違う、モンスターだ。双眼鏡を使えばね、敵対勢力かどうか分かりやすいからいいな。あ、襲われてんな。今ね、まあ、防護スーツがあるからダメージ耐性とかいろいろ上がってるのはいいんだけど、今医療キット持ち合わせてないから。おっとっとっと。また来てる。あ、これは狂犬だ。出て出て。ちょっと待って、助けてフォックス。ちょっと待って待って待って。助かったよ。ああ、でもダメージ耐性は確かにすごい。そっか、数が多いとこれ襲いかかってくんのか、狂犬。ちょっとさ、フォックス、この辺はいらないから受け取ってくれ。ビルギーお、何の用だ。 OK。 バンディットか。バンディットだ。まあ、武器は売らせていただくよ。あ、やっぱりなんか武器もトレーダーより比較的人物の方が高く買い取ってくれるのは、もしかしてこの友好的という関係からだろうか。よし、金持ち。で、またバンディットいるかもしんない。道はね、なんかアノマリが発生しやすそうな感じがするから、なるべく通りたくないな。あ、いや、そんなことはない。こっちだって発生する。アノマリだ。ちょっとそこの人物からアイテムだけ。あ、結構死んでる。武器もいただこう。みんな襲われたのか。ま、なんだけど、この人たち、医療キットは持ってないのか。あ、なんかトラック横転してる。あ、なんだこのマーク。ドクロマーク。お、なんだ。あ、なんか体力減ってる。ああ、多分放射のダメージ受けたんだと思うな。で、ウォッカが効くって聞いてたから飲んだけど、確かに効いてるな。効いてるけど、視覚にも効いてるな、これ。そのうち治るか、これ。ちょっとでもアイテム回収はしちゃいたい。あ、やっぱこうちょっと放射能強い。ああ、強いってか、ああ、これ横転トラックだ。マジでブローアウトが発生する。
ああ、かなり放射能汚染されちゃったな。お。なんだ。待って、真っ暗になった。喉が渇いた。コーラがある。ブローアウトが。おお、白い。ちょっと酔いが冷めてきたのかな。まあ、深夜1時か。あれは敵ではないのか。仲間っぽいマークついてるな。敵じゃないことを祈って。うん、違う。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あの周り、一瞬なんかブローアウト発生みたいな映像が入ったけど ちょっとこれはやめて。痛い。これ一度はまるとなかなか抜けらんないんだよな。よし。いや、暗いな。超暗い。仲間がいる。あったあった。ここもう制圧済みか。バンディット倒れてるけど。ああ、いるかもしんないな。あ、いや、いない。怖え。いないね。なんかないか。次のレベルに移動しますか。ああ、なるほどね。オープンワールド、全部シームレスなオープンワールドかと思ってたけど。ああ、そういう感じなんだ。オープンワールドではないんだ。そっか、じゃあこっからここを越えて、こっちが次のレベルになってるってことか。OK、 じゃあ行っちゃおう。バンディットのリーダーを殺せ。仲間がすぐ近くにいるよ。待ってよ。ちょっと一回セーブだ。多分大勢で囲ってる方が敵でしょう。ライト消して。ああ、殺された。ちょっと待って、あれ助けれんのかな、そもそも。でも厳しいな。や、厳しいな。3人同時に撃たれちゃちょっとどうにもなんない。ベスに支援を申し出ろ。支援来てくれる？で、これは、スリーピングバッグっていうことは、その名の通り、
寝袋だよな。ちょっとこの辺で休憩する？おう、朝まで寝るか。ここなら多分安全でしょう、きっと。はい、すっきり。酔いも覚めたでしょ、きっと。朝になった。死体の隣で寝ちゃったけど。あ、でもこの辺見たらもうね、根こそぎ売りたくなっちゃうけど、重量もあるから。ただこの武器は、うん、MP5 っぽかった。 MP5 だ。弾があんまないけど。おっとっとっと、またこれか。で、ここがゴミ地帯。この人がベス、ちょうどいい時に来てくれたな。あ、30分前にここでドンパチやったの。オッケー。 あ、また敵が研究施設方面からやってくる。オッケー、手を貸そう。さあ、ドンパチは大好きだよ。あれは誰だ、仲間か。あれは、もうすでに倒れてるけど、この辺。あ、グレネードだ。こっちから敵が来るんだよね、おそらく。この辺のヘリとか乗れないのかな。あ、来た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 。なんかこの辺の車に隠れて。アイアンは難しいな。よし、当たった。オッケー。いてアイアンで狙うのは本当難しい。リロード。あ、向こうか。かといって普通の MP5 とかは反動がね。よし、倒れた。OK、そろそろ近づいてきてないか。お、安定する。うん、失敗。さっきのはどうも。ああ、あったあったあった。ベスがね、死んでしまったらしいから。ベスが死んでしまったらね、どうにもなんない。だから敵をまあある程度スピーディーに倒しつつ、仲間は殺されないようにしないといけない。難しいな。さて、暗いから敵が見にくいな。あ、来てる。先に前線に出て戦ってしまうがよしだな。わあ、見えねえ。暗くてほんと見えない。あ、すげえ、プロペラみたいになってる。
ベスが殺されたらもうどうにもなんないからな。セーブちゃんとしないと。マジで。やばい、ベスがダメージを受けた。ベスを守りながら戦うだと。なんで守る対象が男なんだ。どうだ、まだ向こうにいるだろう。突っ込むか。やめた。ベス。わあ、難しかったー。ベースがね、勝手に特攻して死にまくるんだよ。勘弁してくれ。ベースを守りながら、敵を全滅させるのがすんげえきつかった。あんただよ、あんた。もちろんさ。あんたに物を売りつけてお金稼がせてもらうぞ。オッケー。なんか残党が残ってたから戦闘にちょっと手間取った。ただお金がすごい貯まった。5万以上で、結構このなんだっけ、MP5 が安定して強かったから、今 MP5 とモシンナガン。で、夜はね、夜ほんと敵見づらいな。あと、その、寝袋をね、二度目はドロップできなかったから、寝れないっていうのもかなりきつい。そしてこの辺がアノマリー満載なのもきつい。いや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 。まあ、とりあえず今医療キットが2個収集できた。あ、おーシット、敵いる。あいつらなんで見えるんだこっち。うわー、結構いるし。夜は見えないんだよ。リロード。あ、こっち展開してきてるな。あれ敵か。もうちょっとこっち来てくんないかな。見えないんだわ。暗がりだから敵もこっちあんまり見えてないのか。 OK。 もう一人。こっちの木に行こう。あ、近っ。全滅。 OK。いやー、ストーカーじゃない、読みはスタルカー、難易度高いな。これほんとこまめにセーブしないと。昔の RPG で死んでしまって、チキショーあの時セーブしていなかったっていう気分になってしまう。午前3時半か。寝袋が欲しかった。もうちょっと先に行ったら
いるはず。またか。またバンディットか。ここだな。先手必勝。行きますか。で、どれが味方でどれが敵かを間違えそうになる。これ味方撃ってしまったら、味方撃ってしまったら人は仲間だった。だからね、仲間をね攻撃してしまうと敵対関係になっちゃうから注意しよう。もういない。ギター弾き始めたってことはもういないのか。オッケー。この人だね。そう、ストロックの情報を探してる。よっしゃ。ムジク、スダ。あ、お尋ね者なんだ、あなたは。モールってやつが俺を待っている。情報ありがとう。いやいやいや、大変だったな、ここまで来るのも。もし、お、お、はい、貴重なのに。あ、ちょっとこれ欲しい。オッケー、どっかで寝袋を探しとかないとな、きついな。さっきゲットしたのをな、リスタートしたからなくなってしまった。よし、それじゃあ今回ここまでにしよう。あらら、待て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 。ゴロツキか、まただ。大丈夫。多分大丈夫。ここ舞台多いからね。じゃあ今回ここまでにして、モール一味？モールとその仲間がストロックの隠れ家を発見した。OK。情報が新しい情報を呼ぶ。なんかまだ銃声してるけど、とりあえず夜明けを待とうか。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。